シーズンこれが初登板となります。サイレント稽古と石井優也です。今シーズン初登板は今シーズンそしてキャリアでラスト登板ということになります。そして高校の後輩との対決ということになります。初球ストライク、いいですね、141キロストレート。ボール先行、いいボールですね。アウトローです。いやいや、これ栗山監督もうグッと来てますよね。またキャッチャー鶴岡選手もね、社会人時代のチームメイト。レフトへの打球は浅間掴みました。石井優也が現役ラスト登板。石井優也現役ラスト登板、今シーズン初登板、プロ通算330試合目の登板でプロ野球選手としてのキャリアを終えます。